私自身がですね逮捕された天使におけるその弟子は、うん、これはね、うん、あまりそのような内容に該当しない人なんですよ、うん、諜報員それ自体を宿泊の便宜を与えたというだけであってそれ以外にですね、うん、関係もなければ便宜回復も与えただけで、それからもう一人の若い青年は諜報員とこういう関係あった、それだけであってそれ以外に何のですね組織にも何のがあったと、したがって私個人としては当時これは送る対象じゃないんだと、送られれば当然人体実験に強制力と分かっていますから、2015年是第二次世界大战结束的第70年，一片沉默的废墟在中国北方重镇哈尔滨的最南端整整伫立了70年。1931年，9·18事变之后，沈阳、长春、哈尔滨相继沦陷。1932年3月1日，伪满洲国成立。与此同时，日本关东军指令满铁株式会社在东北腹地开辟的北上新通道，吉林拉法到哈尔滨之间的铁路，正在加紧建设。贝因河就是这条铁路上一座名不见经传的小站，那里的人们很难想象突然出现在眼前的竟是一个巨大历史灾难的冰山一角。1934年9月30日，家住武昌县贝因河镇的吴化民经历了一个终生难忘的夜晚。49年之后，73岁的他才向前来调查731部队的人说出了那件往事。那天是中秋节，深夜时分突然有人叫门，山东口音。开门，只见7个戴着脚镣的汉子，说是从贝因河日本人监狱里跑出来的。没等吴化民兄弟俩把脚镣子全砸完，村子西南面就传来了嘈杂声和乱晃的手电光。最后的几只镣子只砸开了一头，7个人便迅速往东边跑去。东北抗日联军第3军政治部主任冯仲云也在回忆录中提到了1934年中秋节后，12位从贝因河越狱的抗日志士加入了自己的部队。他们还带来了关押自己的那座神秘工厂中骇人听闻的秘密。负责贝因河工程建设的是一名叫做中马的大尉，于是当地人管这片城堡般的建筑叫中马城。这里驻扎的日军被禁止一切外出，甚至禁止使用日本真名，即便用化名同国内家属通信也必须经过关东军司令部的审查。火车经过贝因河站，要先将窗帘放下，严禁旅客向外观望。贝因河的夜晚因为从中马城中不时传出的惨叫声而变得分外恐怖，至于里面的事情没人能说清楚。
东京新宿区若松町的国立国际医疗研究中心附近，至今残留着当年日本陆军军医学校的遗迹。1932年7月5日，日本陆军省批准日本陆军军医学校成立细菌研究室。5个月后，拨款20万日元，对这个新成立的机构进行扩建，并更名为防疫研究室。这是刚刚成立时的人员名单。这些名字后来无一例外成为一系列罪恶故事中的主要角色。1933年，一支名义上以防疫给水为任务的部队出现在哈尔滨宣化街和文庙街附近，代号加茂部队和石井部队。部队长石井四郎首先决定在贝因河建立细菌和毒剂实验工厂，这就是那座中马城的由来。然而，一场意外的越狱事件迅速改变了这座基地的命运。事发的第二年夏天，戒备森严的中马城在毫无征兆的大火之后几乎化为废墟。Ken Port. I'm a professor of law at William Mitchell College of Law. I've studied and researched Japan for the last 35 years. I learned Japanese in college, and I've lived in Japan about 7 or 8 of the last 30 years. I teach a course on Japanese law. In the course on Japanese law, we extensively cover World War II and other related stuff.在这座曾经产生过联邦最高法院首席大法官的建筑物里，一个偶然的机会让波特教授突然对二战期间出现在地球另一端的一个日本人产生了兴趣。And I spent three years digging and looking and trying to find information about Shiroishi that was documentable.And sustainable. Not opinion, not someone's fantastic story, but documents that would sustain a story. That was the effort, was to try to figure out exactly what Ishii did, exactly what he didn't do, and try to piece together a narrative that made sense in the big scheme of things.东京市区向东40多公里之外，就是千叶县的山武郡。从路边车站的地图上可以看到，不远处那座幽静的村庄名叫加茂。1892年6月25日，石井四郎出生在这里的一个富裕家庭。父亲石井贵和母亲千代育有4子2女。长子战死于日俄战争，次女26岁早逝。从这张拍摄于加茂老家大门外的照片上可以看出，石井四郎比两个哥哥明显高出一头，而学业方面的优异则比身体体现得更加明显。1916年，他从金泽旧制第4高中考入京都帝国大学医学部。1920年，又在一场极为严格的考试之后，成为陆军医学部特派生。当年能够通过这项考试的人，在全日本不到100个。1927年，进入京都卫戍病院工作的石井四郎，获得微生物学博士学位。
石井四郎的成长过程处在日本皇权不断强化的年代，整个国家都沉浸在皇民教育营造出的美丽幻梦之中。从1891年6月开始，向天皇御像的礼拜被规定为日本所有小学的日常仪式。皇国之道被当作日本国家教育的基本思想，目标就是将国民的道德意志统一到对天皇的无限忠诚上。但这种忠诚背后隐藏的深刻动机，却是不惜以生命为代价作为尽忠的最高体现。在日复一日神之国谎言的灌输下，几乎所有十几岁的男孩都盼望成为军人。一种圣战式的集体狂热在20世纪30年代的日本蔓延。日本の大日本帝国憲法、天皇は神であると書かれてあります。実は神ですから、神のもとに日本は統治、コントロールされているわけです。ですから世界で もう一番優れた民族であるというふうに教育で習っている。森正孝退休前是静冈大学和平学讲师。30多年前开始深入研究日本侵华历史以及731问题。新四郎のような人物は偶然ではないですね。たくさん同じような人間が日本にたくさんいます。いました。人を人とも思わない、人間を人間とも思わない。特に多民族に対して、中国人に対して、あるいは朝鮮人に対して、日本人は非常に。蔑視をしていました、軽蔑をしていました。多くのいわゆる第二第三の石井四郎は日本にたくさんいたと思いますね。人類历史是一部被连绵的战争不断刷新的历史，科技的发展也在刷新着战争的方式。第一次世界大战中，德国人首先将实验室里研制出的有毒气体释放到战场上，这直接导致了其他参战国相继拿出此前一直处在秘密研制状态中的化学武器。一系列始料未及的重大灾难接踵而至。在一战结束后的第十年，由37个国家共同签署的禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌的日内瓦议定书正式生效。就在这一年，石井四郎开始了一次出国考察。1925, the Geneva Protocol outlawed biological weapons.So by 1928, Shiroishi was very curious about this, why the real world would outlaw them if they were so effective. And if they were so effective, wouldn't that give Japan a huge advantage in war if Japan had them? He came back to Japan and lied about the results of the fictitious trip to scare everybody into producing biologic weapons, and they did. Soon thereafter, he was appointed.Head of the Unit 731, and soon thereafter, all the bad stuff started in China. 平房，距离拉宾铁路终点哈尔滨市30公里外的一座小站。公元1936年的春天，连绵不断的庞大建筑群陆续破土动工，附近数以千计的百姓被征用。灾难。就在人们一砖一瓦的辛苦劳作中渐渐迫近。
1936年4月30日，在日本关东军的操纵之下，伪满洲国通过了20年内向中国东北迁移百万日本农户的庞大计划。按照这一计划，日本人将占到整个中国东北地区人口的1/10，并占有整个东北耕地的1/3。与此同时，日本国内的贫苦农民数量则会因此减少一半。当哈尔滨郊外那个叫平房的地方突然变得人声鼎沸的时候，日本千叶县的加茂村里，许多农民正在同乡的召唤下纷纷放下锄头，准备奔赴中国东北打工。甚至多年以后，村里人还会向外面来的人说，石井四郎可是一个神呢，是现世的神，因为他把生活困难的人送到中国东北，让他们汇款回来养活家人。それで何なさいました？向こうで。雑用ですね。どんなふうな雑用ってか。あ、掃除だとかね。役所ですからね。でも行く気になったわけでしょ、でもみんな。借金があったもんで、それをまあどうかしていくらずつも働いておくるわけで。事实证明。在这些人的内心深处，始终保持着对同乡石井四郎的巨大感激。在后来的岁月里，他们中的大多数也用长久的沉默，保守着一些匪夷所思的残酷真相。加茂农民秋元英夫是1937年被招募到石井部队中的，他作为工人参与了平房基地最核心部分的建设，后来应征入伍，在黑河警备队和东宁宪兵队服役。1945年，秋元英夫被苏联红军俘虏，他将自己在731部队的全部经历写成了证言。どこから行ったんですか？千葉県、ね、実家ですよ、自分の実家。あ、実家で。実家から行ったんです、はい、あの時はね、もちろん汽車で朝鮮の方も通って、はい、で、あの、ハルピーについてます、はい、石井四郎ってどういう関係なんですか？道村というかね、隣の村だよ、石井四郎。じゃあ血族関係はない？ないですよ。その時、石井四郎会ったことがありますか？ありますよ。それはあったって。どこで？まあ舞台で地震に、あの731舞台の舞台上でね。舞台上。一番大事な重点を置いていたその7棟8棟の建築工事だから。あ、ちょいちょい見に来たよ、やつも。あ、いつもまあ見に来てます。うん、いつもではないんだけど、時々はね、来たんですよ。で、どんどんもっとやらなきゃダメやって。その時、その前は。会ったことがない。ないね。全然ない。だけど、何回会ったことがあるでしょ。石井四郎はどんな人と見えますか？ああ、あれはね、まあ当時は大したもんだと思ったよ。It's critical to understand that Shiroishi was a bad man. Shiroishi was a very bad person. That doesn't make all Japanese people bad. Shiroishi was bad.That class of people in Japan at that time during World War II, the general class, the class of people that became generals, a very small number of people, were horrible, horrible people.
Many of them were executed as Class A war criminals. Many of them did substantial jail time after World War II. They're a horrible group of people.1939年九月一日，第二次世界大战在欧洲爆发。此时，中国独立抗击日本法西斯的艰苦战争已经进入第九年。这一年的岁末，曾经视察过贝因河细菌实验场的关东军副参谋长远藤三郎来到平房基地。他发现眼前的一切与当年的贝因河已完全不可同日而语。不到三年时间，这片旷野上几乎出现了一座能够独立运转的城市。火力发电厂、铁路专用线、本部办公大楼、四方楼、秘密监狱、飞机场、军用物资仓库以及成片的生活住宅区，整个占地面积超过六平方公里。平房基地的核心区域是本部一栋和四方楼，在他们的周围是一道高两米、周长达五公里的土墙，墙上架设铁刺电网，墙外是宽三米、深两米半的护城壕，四面都有大门，南门为正门，是两扇巨大的对开铁栅栏门。在它的西侧设有偏门，作为日本人出入的专用门。门内是卫兵所与岗楼，门口竖立未经关东军司令部批准不得入内的警示牌，配备一个班兵力把守。东门与北门供中国劳工上下班出入，而西侧的大门除非特殊情况，否则从不打开。整个平房基地最神秘的部分是由编号为三栋、四栋、五栋、六栋所组成的建筑面积达到15000平方米的方形建筑物。三栋、五栋中心部分为五层楼，其余部分为三层楼。大楼外立面的瓷砖为灰白色，在阳光下反射出刺眼的光芒。労働者は日本人は我々だけなんですよ。20人だけ。20人と、まあ後で、ね、どんどん増やしたけどね。中国人は？中国人は全然入れないやないか。四方楼内由中心走廊分成两个大院，两边各有一座两层楼，是关押被实验者的秘密监狱。东院叫八栋女监，西院是七栋男监。两座建筑为钢筋水泥结构，设有可以直接进行活体解剖的地下实验室。每栋楼上下两层共有48间牢房，四周是环形走廊。牢房大小不一，多数是集体牢房，也有关押重犯的单间，内部装有水洗式便池。观察窗长约30厘米，宽25厘米，每间牢房设有通气管道。
それはコンクリで塗ったりね、いろいろなものをこう取り付けて、うちみたいにしたりして、でまああの中には便利もね、つけたりなんかして、中で気象できるようにして、あれを作ったんですよ。そして、まあ、体温を毎日調べたり。これ2階建てになってます、ね、2階建て実験そうされてる最中のマルタがいるとしますね、つまりペスト菌を打たれたりした、そういったのは私ら関係ないの、そういうのは。そういうのは当然ね、あの入っていればね、一人きりの部屋ですよ、あるいはあの感染させる意図があるならば、すでにかかってるやつのところへ健康なの一人なり二人なり投票させるっていうこともあるでしょうけどね。でそうなった時には私らは出会いしないもん、その出会いは。そこはもうそのプロジェクトの人だけだ。嘘でなくて、偉い人があの見学に来るとかね、すればだけ。それはいっぺん入ったことはあるけどね、一人きりだったよ、うちの主婦の患者が。つまり感染実験にされてるもんね、一人でと。特别班作为专门管理特赦监狱的部门，由部队长石井四郎直接指挥。从731部队建立之初到最终解散的十多年间，特别班的负责人始终由石井四郎的二哥石井刚男担任。除了1934年发生在贝因河的那次越狱事件之外，再没有任何一个被押送进这里的人能够活着出去。一つの部屋に大体何人ぐらいですか？実験用のやつはまあ一人と埋めていいでしょうね。あとはね、実験中の、あとは健康で、待機姿勢のね、人は5人ぐらいだな。だってあの空手とかさ、将棋とかね、そういうのやってたもの、5人ぐらいいましたよ。5人いたらもう外中いっぱいだろうけどね、狭いから。这是1939年诺门罕战役之后石井四郎与二哥身披奖章的合影。1956年石井刚男在家乡病死，作为畜牧技师的三哥石井三男则被石井四郎安排去管理饲养实验动物的石井班，1948年去世。兄弟三人的母亲也在战争期间来过哈尔滨。今天我们站在这里就是一种态度，因为我们不会忘记日本军国主义在这里犯下的罪行。如果我们忘记了，那就是我们自己的耻辱，我们将愧对我们的民族。我们也不应该忘记那些在这里无辜殉难的生命。如果我们忘记了，那就无异于这些生命的再一次的死亡。从1939年陆续竣工到1945年战败撤离，无数血腥的秘密与恐怖的谜团被不断填充进这座荒原城堡之中。这里汇集着来自日本各个大学医学部、医科大学和民间研究所的众多研究人员，他们各司其职，进行着许多之前难以想象的工作。1941年，关东军统一所属部队及机关番号“防疫给水部”被授予满洲第659部队番号。位于平房的防疫给水部本部被授予满洲第731部队番号。
同时，满洲第六五九部队下辖海拉尔五四三、孙吴六七三、林口一六二、牡丹江六四三四个支队，以及大连卫生研究所。表面上，七三幺部队是负责关东军战时及日常水源净化和供给的非战斗部队，实际则是一支在兼顾防疫给水任务的同时，由参谋本部直接指挥的具有研究性质的细菌战、毒气战特种部队。日本投降之前，整个七三幺部队本部及支队已达四千五百一十五人，有中将一人，少将二人，由天皇直接委任的高等官近百人，拥有博士学位的军医超过两百人。如此高的配置，在日本陆军中绝无仅有。昭和呢，十五年过后からの予算がね。南山一部隊だけで1000万でね、関東軍の総予算が、ね、2000万残りの1000万がね、で、満州に駐留しとるね、あの当時11個師団ぐらいおったんかな。だからまあ1個師団が2万人として約20万から23万ぐらいの人員に名刺を壊して、服を着せて、靴履かしてですね、防寒ガイド着せて、テープの弾作ってね、支給してという費用が1000万。南山実弾の研究費が1000万。だから、そういうその莫大な予算を、もらってる関係も一つありますわね。ですから、いわゆる我が部隊も特攻隊やるぞという擬態というか、そういう格好もしてたんじゃないかと思いますね。除七三幺部队之外，日本陆军先后在中国各地及东南亚地区成立了62支防疫给水部队。这些拥有细菌武器和化学武器的部队，直接在战场上配合着各个师团的作战。随着日军活动范围的逐步扩大，一个以哈尔滨七三幺部队为研究中心和指挥中枢，覆盖整个中国及东南亚战场的细菌战、毒气战的完整体系迅速形成。こいつはこの細菌戦とか毒ガス戦とかいうやつは、条約で禁止しておる関係があってですね、世界各国ともね、極秘裏に研究やってるわけですね。ですから、我が731部隊自身の存在自体もですね、これは重要な最大の国家機密として、位置づけられてですね、そういうまあまあ極端に言えば日本の国を挙げて の保護のもとに我が部隊が成り立っていったというふうに、最前線で、歩兵が戦闘をやっとる時にですね、水を配ってやるだけで、まあまあ言うたら元気を盛り返すと、水の場も言っとくという言葉が日本にありますが、そういうことで、無菌無毒の浄水を加えてらんねえかと、まあ、これがまあ表面的なうちの部隊の実際の設立目的の及ぶんですね。でこれは各戦闘隊の師団にも師団防衛給水というのがありますし、各地の外地の派遣軍ですね、新派遣軍、南方総軍、満州の関東軍、これはまあ3つあるんですが、それぞれの派遣軍自体にも防衛給水を持ってるわけですね。それの総元締めが四郎であったんですね。日本、彼はこう考えました。日本は資源が少ない、戦争に使うための
資源になるものが非常に少ない。鉄は取れません。石油もありません、多くの戦争に使う物資が足りないとすれば、この細菌を武器にして、これは細菌を作るのは非常に簡単で、しかも安いんです。安い。この資源のない国にとっては、細菌兵器を生産することが日本を将来勝利に導く、勝利させる、非常に大きな力になるんだと、こう考えたんです。哈尔滨这座美丽的远东都会，在一支神秘部队的阴影笼罩下度过了漫长的13年。领导这支部队的人也从一名军医少佐跃升为军医中将。他的专车每天从位于城市中心的官邸出发，一路向南驶向30公里之外的平房。对于石井四郎来说，这只是与夫人和孩子共进早餐之后开启的平凡一天。但在路的终点，一些无辜的生命却正在以某种极度悲惨的方式与这个世界告别。这些人姓甚名谁，来自何方，怎样死去，如何销毁，总数多少，都是必须被自己带入坟墓的秘密。在今天的家茂依然可见石井这个姓氏，但石井家首屈一指的宅邸早已化为平地，只有不远处的家族墓地隐隐透出曾经的兴旺。奇怪的是，那位曾经光耀门楣的石井四郎并没有被埋在这里。This is the picture of Ishii's actual tombstone. This exists in a temple in Tokyo, near where he used to live, near Wakamatsucho, a temple called Gekkeiji. And I had to dig and dig to find this. Most people don't even know it exists. On his tombstone, it doesn't say Shiro Ishii.Even on death, on his tombstone, he has the first name, his given name is Seiichi Ishii, not Shiro Ishii. But we know that's him because his wife, Kyoko's date of death is given, his date of death is given, and the likelihood of there being a Seiichi Shiro that was.Seiichi Ishii that was married to Kyoko Ishii and that they shared the same date of death is just astronomically small. So we know that this is Ishii's tombstone, but there's no fanfare. There's no indication. There's no sign. There's nothing. And in fact, he's lying on the tombstone itself.波特教授从石井四郎那已被历史定格的目光中读到了太多未解之谜。这个人为何在日本宣布投降之前突然下令炸毁731部队核心区域，并将所有被实验者灭口？他又是如何组织731部队本部全体人员携带大量机密档案和实验设备安然返回日本的？最重要的是，作为毋庸置疑的战争罪犯，他和他的众多追随者们又是如何躲过一次又一次审判的？ When we compare Ishii to the Nazis, what the Nazis did was they left a very clear track record of what they had done.Because what they thought was that they were doing something right, that they were right in exterminating the Jews, and they were proud of the extermination of the Jews. And so they kept documents to attest to this fact.
Ishii looks criminal because he destroyed all the documents. The Japanese high command looks criminal because they destroyed all evidence of their deeds. That is a remarkable telling story. So what do we want to know? Well, I would like to know really what happened. I would like to know really what was happening around him. 尽管真相依旧扑朔迷离，但在寻找真相的路上，波特并不孤单。在东京郊外一栋幽静的房子里，今年83岁的森村诚一精神矍铄，笔耕不辍。5岁那年，开出租汽车的父亲常常带回一本《少年俱乐部》杂志，那些充满冒险精神的侦探故事深深吸引着年少的森村诚一。这不仅为他被战争覆盖的童年存续了一方乐土，也指引着他后来的人生方向。1969年，森村诚一的作品在日本文坛崭露头角。70年代末，小说《人间的证明》被改编成电影《人证》。1980年，森村诚一在杂志上发表连载作品，首次将731部队的历史曝光于公众面前。でその当時はまだ南山一部隊のことはあまり知られてなかった。そしたら僕のそのあれを読んだね、小説を読んだ南山一部隊の生き残り、いわゆる少年兵がね、僕に、当時の少年兵ね、電話をかけてきて、あなたの書いている南山一部隊は実際と違うと、あんなもんじゃないんだ、真相が知りたかったら協力するって言ってきて、そこから始まった。1981年，森村诚一发表在杂志上的连载小说正式出版，书名为《恶魔的宝石》。私はね、これ出した時ね、この本はあんまり売れないと思ったの。売れないと思ったの。そしたらものすごく売れたんですよ。300万ぐらい。そしたらね、南山一部隊のね、こう口をね、こうしてた人たちが、これだけ売れてるんだったらもう黙ってたってしょうがないと。どん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 ね、証言者が続いてきたわけです。最終、恶魔的宝石三部曲横空出世。这部纪实作品描述了一支闻所未闻的神秘部队在中国大规模利用活人进行各种所谓医学实验，同时将细菌武器和有毒制剂投入战场的故事。而令无数日本读者感到不寒而栗的是，这支部队在日本战败之后几乎全身而退，他们中的很多人一边严守着当年的秘密，一边平静地生活在人群之中。元京都大学医学部教授の岡本幸三氏を。今天的人们只能从年代久远的影像中看到他们面对媒体追问时的样子。吉村久人先生ですか。そうでございます。京大からあの頃12人ぐらい若かったわけです。一緒にやられました命令で、いやもう何にもあらしません。悪いことしていませんからも。もうやられてきた方ですか、もう足で蹴飛ばされてきた方ですから、もう。私は何も言いたくない。で、すみませんが、お引き取りを願います。まあ、失礼でございますが。今、まだ寝てるんだよ。あ、お休みですか？あ、どうも、朝早く、突然恐縮でございますが。あの林港のですね、
林光の時代のことをちょっとお伺いしたくて伺ったんですが。何の時代？林光です。ああ、もうそれはもういつも言ってるんですわ。はい。いやもうそのことはもうだ本気で任せてますよ。あの武順。もう僕はね明解しませんよ。武順のですね。ああ結構結構。あの。ちょっとこれをこの一つこの見て確認していただきたいものがあるんですが、昔ね、ええ、もういいよ、もうどうだ、もうこういう、はい、これちょっとこれこの記録をですね確認していただけませんでしょうか。あの武順でお書きになったもんなんですけども。池永博子是一支业余合唱团的导演，他将退休后的许多时间投入到组织排练和演出当中，忙碌而充实。这支合唱团的名字来自森村诚一30多年前那部惊世骇俗的作品《恶魔的宝石》。その時はもうすでに森村誠一先生の悪魔の宝飾は日本で発表されてまして、大変な評判で、夜も朝も悪魔の宝飾でテレビがもう総動員かけて宣伝してたんです。これだけ日本が昔ひどいことをやったっていうのがあらゆるところで知れ渡ったんです。でその時何をやったらいいかということで、私のとても親しい音楽評論家評論者音乐評論家が、悪魔の宝飾という作品を創立40周年で公演するといいよって言われたんです。池永博子的努力得到了森村诚一的支持，他专门为合唱团创作了歌词，并邀请著名作曲家池边进一郎谱曲。包括博子在内的很多合唱团成员都曾亲身经历过70年前结束的那场战争，也同样目睹过这个国家从战后的废墟上重新崛起的过程。他们在歌唱中对战争进行反思，对人性提出拷问。まあいろんな話がたくさんあるんですけど、はじめ悪魔の宝飾はほとんど歌われなかったんで、こんないい曲はどうして歌われないのかって私思って、まあ、全国縦断コンサートを提案したんですけど、楽譜も今ではすごく売れてて出版社がホクホク顔、よく売れてるって、ね、よく言われます。ということでこういうことが今いろいろ日本全国で起きて、今では中学生、高校生、大学生も歌いに来てます。从1990年开始，这支由许多白发人组成的合唱团在日本各地登台亮相。随着岁月流逝，合唱团成员的面孔不断改变，但歌声中的正义与良知始终不变。在他们的歌声里，一个冰冻在第二次世界大战之后日本社会中的巨大谜团开始渐渐融化。2014年4月20日，92岁的小冢良雄在日本千叶县的家中去世。此前，他是一支侵华日军第731部队原队员中仅存的一位。战争结束后的第70年，那些敢于公开承认自己罪行和经历的731部队成员，全部完成了各自的人生谢幕。他们留给这个世界的真实声音，从此不再增加。